何か手がかりがあるかもしれないし。けど機関室は隠れるのに便利だからあらかじめ逃走する時の段取りを考えてたのかもしれないよ。
だってわざわざこうやって調べてあるってことは何かしら準備があるのかも。まずモニター室で調べた方がいいよ。モニター室に行くならよしみちゃんを探さないとね。
一郎、あっちにはよしみちゃんいなかったよ。よしみちゃんいた？
丸腰じゃ危ないから持って行って。伊達さんから預かっていたの。私は本部に連絡してから追うから先に行ってて。近づくなよ。下手に動くとミオを殺すぞ。卑怯というのか？君だって銃を持っているじゃないか。君も卑怯者だ。こいつ同州というやつだよ。なんとでも言いたまえ。さあ、まずは銃を床に捨ててもらおうか。人質の交代は、君が銃を捨ててから検討しよう。人質の交換はなしだ。ここで銃を使っても誰も気づかない。私は君を殺してハワイ到着までここに隠れ続けるって寸法さ。ジ・エンドだ、探偵君。
富ヶ谷信夫、銃刀法違反、営利誘拐及び脅迫、もろもろの現行犯で緊急逮捕します。富ヶ谷信夫、あなたのことを調べるためにこの船で内定してたけど、いろいろとボロを出してくれて助かったわ。それは証拠が見つかってないけど、ショッピーテからじっくり注文させてもらうわ。あんた何者なんだ。警視庁隠密課、石川渚よ。富ヶ谷信夫、覚悟しなさい。ふざけるな。
でも、よしみさん、心配だから今すぐ医務室行ってくださいね。京一郎か。ずいぶんと遅かったな。相変わらず時間にルーズな男だな。伊達さん、今回のご協力本当にありがとうございました。かまわん、最初からそういう仕事だったんでな。悪いわね。私は伊達さんに協力を頼んだだけだよ。お前は何かと目立つからな。おとりになってもらった。ま、適材適所だろう。そうそう、今回の事件の MVP の沢村賞に三冠王は京一郎だよ。あんたさ、横浜で調べ事してた？さっき連絡を受けたんだけど、あんたを追っかけ回したヤクザ、何やったのかは知らないけど逮捕されたらしいよ。ヤクザに追われてたんだもんね。
騙しててごめんね。話して協力してもらってもよかったんだけど、知られちゃうと妙に演技が入ってバレちゃうでしょ。そういえばさ、パスポートなくてこの船から降りられないんでしょ。仕方ないな。日本に戻る船旅が始まるまで私が付き合ってあげるよ。ちょうどいいや。出港までウェイターの仕事をまたみっちり叩き込んであげるよ。ここでウェイターとバーテンの勉強して日本に帰ったらさ、お店でもやってみない？京一郎だったら伊達さんよりいいマスターになれるよ。素直じゃないな、このバカは。